いやまあでもみんながとりあえずセカンドアルバムを買ってセカンドライブを見てくれればとりあえず一旦落ち着きたい。もうマジで忙しすぎてとりあえず一旦落ち着きたいわ。2月実家帰るからね、スイちゃん。2月だから配信休むから。いないからね、スイちゃん。2月は。一旦休んで、一旦、ただただホロメンとわちゃわちゃしたい。やっぱ私の実家はやっぱホロライブなんで、ね。もう、初心に戻って、ホロライブのみんなととりあえずわちゃわちゃしたいわ。シラケンでコラボもしたいし、シラケン以外の人たちともコラボしたり、イチャイチャしたり、オフコラボしたり、ご飯食べに行ったり、なんかいろいろしたい。いろいろしたい。ジオゲーサーもやりたい。実家はホロライブだから、もうね今ねとんでもなく何ちょっと。なんだろう、自意識過剰というかかもしれないんですけども、ガチでさアニメアイドルマスターの星井美希の気持ちなの今。マジでちょっとうぬぼれかもしれない。本当にうぬぼれだと思うんですけど、星井美希の気持ちなのね。美希迷子になっちゃうと思ったから戻ってくるんだ、最後にはちゃんと戻ってこなきゃって思ったんだ。美希てー、だからなんでミキなの。いやもうだからもうアニメを見てくださいよ、アニメを、アニメの星ミキ、迷子になっちゃうと思ったから、スイ迷子になっちゃうと思ったからって。あの回よ、あの回、スイ迷子になっちゃうと思ったのって。今そんな気持ちだから、迷子にならないためにちょっとライブとかもろもろ終わったら、それちょっと一旦ホロライブに腰据えて配信したい。配信したいよ、スイちゃん。配信することなんか別に特にないけどさ。